ならいっそここで終わりにしろ。何言ってんだか。私に近づくこともできないくせに。やば、なんで無事なの。当てが外れたか。お前の武器の種は割れてんだよ。窒素だろ。さっきの爆発もマイナス210度以下で固体化した窒素を利用したもので、で、そのおもちゃの正体は固体化した窒素を溶かして使う超高圧ウォーターカッター。だが本命は踏み込んできた相手に撒き散らした見えない窒素で酸欠を起こさせること。出な、手放せ。ああ、いいぜ。よくこんなくだらないもので俺をやれると思ったもんだ。さて、じゃあなんで窒素の渦中にいるお前らは酸欠にならねえのか。そこで荷物運びとしてもおぼつかねえのについてきているお前だ。お前は空気中の気体の含有率を操作するエアロセパレーターってとこか。お前が仲間の周りだけ正常な空気を保っていたんだ。だがそれが分かっちまえば終わりだ。俺はその能力の上位互換、あらゆるベクトルを操るからな。これで種明かし終了で。いいじゃん、ちょうだいよ遺伝子情報くらい。ケチケチしないでさ。やめとけ。俺はあの説教くせえレベル0じゃねえ。まだやるなら手加減はしねえぞ。その血は私のまんじやるなら、私が相手になる。命張るほど大事なやつならこんなことやる前に止めるべきだったろ。